今日は、検定日です。卒業試験となっております。普通自動二輪を持ってましたから、いよいよ大型12時間の実地を終えてですね、今日検定です。合格のための勝負の一日、必ず受かります。皆さんそんな簡単じゃないので、ぜひお楽しみに行ってきたいと思います。バイバイ。ストップ。オープニングに戻して。オープニングですか。はい、オープニングのこれまず、はい、阪神の、はい、今度2025年に、はい、新球場が二軍球場ができるところの隣にあるライジングスクールなの。あ、そうなんですね。うん、だからどこ行ってたんだっていうのまずなると思うんだけど、はい、この阪神ライジングスクールで尼崎の大門にあるんだけど、はい、でこの今これ2022年でしょ、はい、2025年にはもうこの隣に大きな阪神の寮付きの球場2つができるのよ。あ、そこの近くの教室じゃないですか。これだからこの格好は何を表してるかというと、俺これ電車で行ってます。阪神尼崎で乗り換えて大物駅で降りて、ですぐなんでこう行きました。あので、ちなみにこれ検定日なのね、はいはいはい、で教習受けてる時は、基本的には使っとったりしちゃダメなのね。だから特別な許可を得て行ってみました、行ってたので、まあ、まずでこれ後ろ次振り返った時の、リュックはニューエラさんとのコラボの、太陽の塔コラボリュックっていう、これなかなか珍しい商品。そのリュックを背負ってたんですか。そう。全身ニューエラで、これね、ちなみに12時間なんで1週間まるまる通うんですけど、1回も誰にもバレずに電車も乗れました。今後太陽の通り口背負って一緒にいたら、振り返るかもしれない。そう、まあ、行ってみようか。わかりました。うん、じゃあこれはもう、ね、練習するこれ練習されてってことですか。そう、今のとこからスタートしてね、でこれずっとまずここをね、2周、3周するんだけど、ここで40キロまで上げなきゃいけないね、これね、おぉ、ちょっとふらついたね。なかなか難しそうですよね。ストップ。ここですね、どうしましょう。検定の日が雨ない。なかなか辛いところですよね。もうね、絶対その日しか無理やだろ、行ける日もなくて。なるほど。検定の日で雨やったんよ。で、車のとかバイクの制動距離ってあるやん。あ、あります。でバイクでも雨が降ると大体メーター数が3メーターとか、4メーター伸びて、ブレーキ40キロ出して40キロで行って急停止があるんだけど、そこまでの距離が5メーターぐらい伸びるの、4メーターぐらい、はい、これは何でかというと雨の路面が滑るから難しい日検定やったの。なるほど、うん、これはなんか舞台ハードモードだったんですね。実際ね、相当な人数この日、はい、落ちました。あ、うん、そうだったんですね。でこれは一応検定ではない時間帯に、特別に撮影をさせていただいたんですけど、なぜならそのライディングスクール自体は、会社なんですね、はい、警察の持ち物ではないので、まあ、免許センターで大体ほら警察のところなんだけど、はい、ここは認定を受けてる会社になりますので特別にいただきました。さあ行ってみようか。これ系で撮れたらもっと面白い映像欲しかったな。ね、バイクの教室の時はちゃんとこの障害物が出てきますから、右の車線変更を出して、でこれで行って次左出して後ろ後方目でも確認して入ると、うん、この辺りバイクというのは 左通行ね、これから教習所買うこと、左側ね、車線を踏んだら一発で失格です。車線来ましたよ。はストップ。はい、これは何なんですか。波状路と言いまして、はい、いわゆる縁石とか、はい、小さなもの、階段なんか実際ないですけれど、はい、まあ、その時使うんですけど、こういうふうに立ち上がって前を確認しながらこうブン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 とこうね、お腰を浮かしてね、で膝で抱えてこれを行くと、でこれ最も失敗しやすいのが、出口のところでちゃんと出ずにお尻を座る。あ、なるほど。これはもう一発でダメなんで、あとこの波状路と言われるこのはしごみたいなところからはみ出したら一発失格。結構厳しいですね。そうですね、まあここをこのね僕結構得意で、
7秒以上かけてこれを渡り切る必要があると言われているのがこの波状路という真ん中のやつ、その向こう側に一本橋が見えてますけど、この真ん中の波状路はまあまあ得意でした。ちょっと鳴らしてみます、うん、これね、あーなるほど、これね、なかなかの段差で、これアクセル切って踏んでない、アクセルね回してない、あここまで行ってそれから座る止まる、あのこれじゃ成功ですね。もちろん成功、これ当たり前や、免許取ってんのこれ一回でも失敗したら浮かれないから、はい、あ、うん、そうこれね、これはでもう一周までこれ一本橋ね、はい、ストップ、はい、これは、はい、誰しもが難しい、いわゆるこのちょっとせり上がってる一本橋を落ちずに渡るってことですか。10秒以上渡りきるまで10秒以上なきゃいけない、はい、距離が、はい、なぜな、どうやって渡ると思う。一本スーッて行ったら10秒渡れないんですよ。ああ10秒かからないんですよ、はいはい、ここを、はい、ここあるじゃん道が、はいですね、ここをこうやって回るそうゆっくりゆっくり行って10秒かけていかないといけない。そう、これがね、最も難関だったんですけど、まあ、俺の、これ見てよ。わかりました。ちょっと見てください。はい、やってるよ、これ、これな、これ、ほら、もう、完璧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 。ちょっと待てー、はい、ちょっと待ってください。そうですか。この時点で、検定だった場合、はい、翌週のテストまで、失格ですそして、また費用を受験料を支払ってという形になりますけれども、僕は試験じゃなかったからラッキーだったんですけど、これ落ちてますよね練習だったからセーフっていうことですね。そう、試験だったらもう、試験だったら一発アウト、あの試験中止、あそこで、うん、全部今言ってるのは NG というのはもう中止になります。だからもうあのマイクが聞こえてきて、左に寄せて止まってください、いくらこうやってマナーよくこうやってやっても来週だから、もうそんな時ふてくされて帰った方がいいこれは戻して戻して戻しました、これ違う、これはその撮影だったからちょっと調子に乗って10秒以上行ってやろうと思って行った結果これもう一度そういう目でもう一回、そうそう、あの本当に免許取りに行く方は練習の時、最初は必ずね、まあ中型やってから、普通やってからこっちに大型乗りに来る人もいると思うんで、うたい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 もうこの時点でアウトこれもアウトですね、うん、たまたま少し取らせていただいてる間にも失敗するという、なるほど、うん、まあ免許を取ってるベテランの方にはこいつよくこれで試験の時なんで、試験の時なんで全てはね、僕は大丈夫でした僕やった時は、うんね、前輪を少しくねくねさしながら行くのがコツです。なるほど、うん、でハンドルは少し開きながら、このハンドルの持つ位置もあるんですよ。これは成功ってことですね、うん、成功で、コツをね、ちゃんとこう教えていただけますから、この前の先生方に全てに、これがクランクね、これがもうね、完璧よこれ外から入って、内側に入って、また外に膨らまして外に行くと、で、これ右確認しましたね、ストップ戻しがない何がそれ、どこが面白いかわからないけど、ストップ、はい、この後右を確認します、はい、なぜなら右から来る 車やバイクを見ておかないと検定ではマイナス点になりますここはバッチリ見れてるってことです、うん、何の動画やねん今回ちょっとバイク動画なんで、卒業したてのドライバーが今行ってますから、この後左を右をしっかり確認して、どうぞ、はい、全然せえへんやんでこれが S 字クランク、これもまたカーブがゆっくり、そう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 、まあ、バイクの重さを利用してクラッチ半クラで行きます、ね、確認して出ます。まあでもね、あの試験の時は実際さっきやった波状路っていうところと一本橋っていうその7秒とか10秒をかけていかなきゃいけないところが、いざ最後ですね、先生からの一言で62番と62番、波状路一本橋タイム非常に足りてなかったですと。ただそこはマイナス点なんですね。なるほど、検定だったからかもしれないですけれども、まだまだ上手くなる余地はありますので、これから今後さらに練習を重ねてくださいという
ことだったので、ちょっと練習を重ねるにはいいバイクを持ってしまってるので怖いのでそういう道を選ばないように走りたいと思いますけど、ぜひ、皆さんにもこう免許取っていただいて、この40を過ぎてこんな素人バイク乗りなんですけども、一からねもう一回行き直しましたから、免許もね、ちなみに私ゴールド免許でございますなので非常に嬉しく思いますけども、皆さん教習所通われる時はぜひ安全運転と先生方の言うことをアドバイスしっかり聞いて行ってみてください。次、大型バイクの免許を取得するのは君だ。先生方のおかげで無事に卒業することができました。先生方ありがとうございます。これからも、新しい、ライダーの皆さん、ぜひここのスクールへ来てください。ありがとうございました。イエーイ。